そうなんですね。今日のエスコはまだ見てないよ。ながらぼありがとうございます。こんばんは。結婚して。お断りです。結婚して。お断りです。頑張ってください。頑張ります。はたありがとうございます。こんばんは。<coughs> こんばんは。<coughs> あと、たくさんありがとうございます。こんばんは。今日も安定の断り、させていただきました。僭つながら。うん。そうですよね。みかの剥き方。みんな。わあ、パ,パパパパパパ、ありがとう。どうでしたか。当 <laughs> 落出ました。当たりました。楽しみですね。 どうでしみかん外れましたじゃあミカ外れたピエーを当選しましたお待ちしてます当選しましたお待ちしてますこんばんはでも外れた人がいるってことはさピースピースってことは当たったってことみかんずにもらいました 当たったよお待ちしてます当選してお待ちしてますね外れた人がいるってことはさまあちょっと人気だったってことっていい <laughs> こんばんは流れ星ありがとうございますありがたいですね当選しましたお待ちしてますみんなに会えるのが一番だけど <laughs> すごい たたくくささんの方が応募してくださっとということで気持ち切り替えてオープニングそうですねオープニングアクと待っててください思ったより当たってないお結構応募してくださったのね嬉しいでも DMM 配信されるのされないわ <laughs> かんないされるの配信とかあるのこんばんは存在するかまあ存在はしてるんですけどねあの先にネタバレしちゃうと なになにピザと濃厚背脂味噌チャーシュー麺焼き食いすごいあのー、<laughs> ジャンルの違うジャンキーをめっちゃ食べてるああみかん激戦なんだねいつもあ DMM で見れるのねじゃあ見てくださいハズレですエンじゃあオープニングアクトはいつからとかじゃなくてあのー、チームコンサートがあるんですけど SK2E で それの3公演のオープニングアクトを研究生でやらせていただきます何日でしたっけ <laughs> オープニングアクトは何日でしたっけ13とか14とかでしたっけなんかそんなような記憶ですこんばんはんお仕事もうあともうちょっと頑張ってください楽しみみかん こんばんは。ガチャガチャありがとうございまーす。あ、なるほど、ね、日曜日だから確かにね。オープニング曲で2時間やると聞いてます。え、そうなの？ここはもう聞いてないんだけど、何曲やるとかさ、何やるとかまださ何も始まってないから何も聞いてないんだけどどこ情報ですか？<laughs> 誰も知らないけどどこ情報ですか？え、2時間やるんですか？どこ情報絶対？え、嘘だ <laughs>。 ん何何、ね、?10 期の推しの何何何あ日曜日当選あっやっぱ1 0四4 5合ってた素晴らしい当選待ってますみかん外れましたビエンえそうなのみかんの日って10期オーディション合格日なのへえー、合格日か合格日ってことは あるか合格日合格日今広島にいて尾崎さ,さんの例に並んできましたお羨うらやましい私も会いたいです <laughs> 2時間ぶっ通しでここはちゃんをおきどき踊るらしいです一人 <laughs> まさかの一人オープニングアクト <laughs> ねえオープニングアクトで終わっちゃうってこんばんは 1か月なのかあとおはようちかこさんの誕生日えー、そうなんだ12期の合格日はちょっと待って全然覚えてない <laughs> 全然覚えてないですねメールが来た日ってことでしょ全然覚えてないです全然覚えてないんですけど 結構でも遅かった。あのー、最終審査からが。<laughs> MC してる間も悲しい <laughs>。あ、そういうこと合格日に公式で発表されたからみんな知ってるのか。<laughs> カはだってお,お待ちしてます。8月15日、合格したきなんか、だってあれじゃないですか、結構加入した日が、 あれじゃないですかお祝いする日じゃないですかなんか合格した日はなんかでもあれかもしれないですメールだったからそう最終審査の日じゃないから12期生ってだからあんまりあのー、なんていうのてう記念日っていう感が薄いのかもしれない合格のメールは保護して保存したりするのえっと保存とかしてない保存なんかゴミ箱には入れてない そうそうそうお披露目日と加入日が一緒ってことになってるんですよ多分そうなんか記念日ではないかも12期は特に合格した日が合格日は一緒です、あのー、合格のメールが来る前日に明日の正午から順番に送りますっていうメールが全体に来てるので来た合格日は多分みんな一緒だけど、あのー、記念日っていう 意識はあんまりないかもしれない。加入は、あのね、十月一日でね、どっちも。っていうのが公式。こんばんは。そう、十月一日は、かよ、つい、一日じゃない <laughs>。十月一日は。あの、加入と。えと、お披露目の日。合格通知。そう、十二期生はね、特にそうなんですよ。合格した日は。 なんか特に何かがあったわけじゃないから <laughs> メールが来たっていうあれだからまあ12期が大切にするべきは10月1日ということですそういうことでもね結構最終審査の日からねたってた「こんばんは」だから普通に落ちたと思ってて <laughs> であの前日にね来たんですよ「明日の正午から順に送ります」っていうのが。 それがもう通知方持っていこうかはだからもうめっちゃゆっくりこうゆっくり読んでったら「明日たかい!」みたいな <laughs>「明日かーい!」ってな,なったよね <laughs> もうさ落ちたと思っててメール来てうわってなるじゃんでめっちゃゆっくり見たら「明日かかい!」ってなっちゃったよね10月5日は何 ?10 月5日はなんだなんだそう予告メールありました 12期はそうそうそう音そ色うだからねあそういうことお,お披露目日と劇場お披露目日なるほどねそうめっちゃゆっくり見たの本当に <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> 確かに正解は CM のあとでぐらいあのああってなったよなるほどね劇場が5ででも1日ですね1日が記念日です 暖かいですよそうじら,じらしでした <laughs> ででたもめっちゃ「もう正午」って言ってたから正午からずっとあのスクロールしてたメールの画面か <laughs> は割と遅かった気がするんだよな10何分に来た12分ぐらいに来た気がするいや分かんない12分だった記憶がある。 何曜日だったんだろう家にいたんだよね家にいたんだよね何曜日だったんだろう家に一人でいました <laughs> うんそうですね10月1日は盛大にみんなでお祝いしましょう <laughs> 10ありがとうございます え今さ10のギフトでさなんかキャンペーンみたいなやってますよねなんかさハードル高すぎない ?10 万ポイントでなんかグッズみたいなで30万ポイントでジューシーなフルーツみたいなで50万ポイントでお食事券みたいなハードル高ーみたいな <laughs> 普通にバラありがとうございますああいうじゅんじゃないと思う分かんないああいうじゅんじゃないと思う ーあ,ありがとううございますそう広島でメール受け取った寒さは寒いけどなんかちょっとワクワクしちゃってる冬の始まりに <laughs> 先ほどボールームで全くあっココハもちょっと見てたよジュありがとうございますジューシーなフルーツで想像するのうーんジューシーでしょうんマンゴーキウイ桃 とか <laughs> そうめっちゃハードル高いじゃん。でけえもうなんかあの商品がさお餅とかのお餅とかという暁には <laughs> 商品がお餅っていう暁にはもうめちゃめちゃねあのみんなに協力してもらいたいと思ったけど <laughs> だけどさそうハードル高すぎるから。 お餅とかさ、ご飯の大好物とかが来た暁にはですよもうお願いしたいです本 <laughs> 当あ,ありがとうございますプロプロキャンディありがとうございます遊びだけありがとうございますキウイ美味しいよお餅の時お願いします <laughs> おはようお母さんのね、ごコハも今思った なんかさ「じゃけって接続「接続詞」「接続語」とかでも使うんですよ。なんかあの、な,なんとかじゃん?「じゃけんさ」みたいな接続としても使うんですけどそう一歩ね踏みとどまってるいつも「だから」って <laughs> 言ってる。 ね確かにお餅は見たことないけど正月あたりにあったら嬉しいよねハートありがとうございますそうそうだからみたいなのも踏みとどまらなくていい <laughs> そうそう接続詞で使う邪けは「だから」っていう意味予約終わりましたお疲れ様ですハートたくさんありがとうございますうんすみかくらしちゃんありがとうございますこんばんは じゃあから <laughs> その踏みとどまり方はしたことないかもここらで言うあそういやあのさ「ダモンデー」ってさお花が使ってる「流れ星ありがとうございますなんとかダモンデー」って、あのー、お花が使ってますねお花は結たまに方言で方言だなって思う時がある「なんとかダモンデー」とか。 あと、なんだろう。なんかね、お花は感じる時がある方言を。お花と。まあ、垣根の後。は感じる時があるかな、方言を。中で、星、ありがとうございます。せやから。確かに。いや、接続、接続。 接続語接続詞に出るかもね。え、千葉は多分本当にないと思う。ザ標準語だと思う。こんばんはー。せやからー。<laughs> そうそう。なんとか。そやっけん。やから。うん、確かに。え、ダモンでって結構面白い。面白いっていうかさ。なんか結構衝撃だった。お花が。 なんとかダモンでって使っててダモンでみたいなダモンでって思ったもんね綺麗な関西弁ねでもさめっちゃコテコテってわけじゃないよね標準語も混ざってココパンダですおはようダモンで静岡なのえ岐阜岐阜県民のお花も使ってたこんばんは知らんけどは 関西人が使うっていうじゃないですかココハも結構使っちゃうんですよねなんかあのなんかさめっちゃもうめっちゃ喋るんですよここはって一気にね一気にしゃべる量が多くてでも全部自分の推測だからあの保険で知らんけどつけちゃいますねここはもう関西人の血がどこかにあるのかもしれないですね <laughs> ダモンデーやばい <laughs> ダモンデー こんばんはあ、ミカのミカと送信しましたお待ちしてますそう、知らんけどって本当に大事かけらのも使ってると思うだもんででしょ他はさ聞いたことなかったからびっくりだよあ、ヤモンでもあるんだ知らんけど本当に便利こんばんはダメだけどね、なんかもっと確信持って一語一語喋ろうよって感じだけど本当に便利すぎて結構いっちゃう 確かにダモンデカタカナだと面白い今日は柿穴にエッセ関西弁を披露してきましたここなんかさ柿穴としゃべる時さ関西弁でしゃべりたくなっちゃうんだよねいちごいちご食べたいいちご食べフルーツ食べたいいやなんかそんな食べたくないけどいやなんかフルーツさ別に食べん そんな食べる習慣ないからさペルパキャンディありがとうございますあダモンでの言い方違うなんとかどんなんだっけ長野の方言は聞いたことないね標準語2人ともそうかけるのは標準語混ざりしてこやどういう時に使うのしてこやって <laughs> 会社の会議で知らんけど使ったらやばい採用されないプレゼンだ <laughs> 踏んだもん踏んだもん踏んだもんカトイレツ食べないねなんか食べようと思うことがあんまりないかもあ冬とかみかんを箱で買う時あったその広島にいる時そう関西弁なんか使いたくなっちゃう <laughs> あ、そういうことコンビニ行ってこいやーとかああえー、そうなんだうわクマプリンセスココハ今27位なんだけどクマプリンセス27位なんだけど <laughs> クマプリンセス27位なんだけど <laughs> やったねクマ <laughs> いやパンダプリンセスとかあったらねもうならなきゃって感じだよね <laughs> パンダプリンセスいやないかだって シュロルムがクマだからだもんねねパンダプリンセスだってもいいと思うんだけどな関西弁が表収のものうんそうなんだめっちゃめちゃだな言うやん <laughs> ほんまほんまに今月のギア先は収入が増加してきました今後に期待できます知らんけど <laughs> せやかって駆動ってなに なんかさ、やったねって結構さ使っちゃうない日常で普通に昔から昔から使っちゃうだけだもんパンプリあパンダプリンセスか何のことかと思ったパンプリです私パンプリこのは見たことないです見たことないは嘘だけどあの見ようと思って見たことないパンダを見ようパンダじゃない <laughs>。 <laughs> 待ってどうしたコナンを見ようと思って見たことはないやったねは普通に日常で使う嬉しい時に「やった!」って言わないじゃん「やったね!」って言うじゃんそういう感じハ <laughs> ートありがとうございますパンダね好きすぎてさ <laughs> もうさなんかねよくあるんだよねここは考えてたら次の文字に混じっちゃうみたいな。 プリマステラみたいにプリパン <laughs> コナーイなールパンダにしちゃったよながらしありがとうございますこんばんはすみっこガチャガチャありがとうございますえなんかさああ十ありがとうございますスマホにさなんかこれぐらいの人形さつけるのは流行ってるのかないや流行りに疎いからさほんとわかんないんだけどさゆあちゃんとみえちゃんがさつけててさいいなあと思ってなんかここはもうつけたいなあと思って。 でなんかサメニャンサメニャンの人形コカもつけたいなって言ったらさ「<laughs> えっサメニャン好きな人いるの?」って言われたサメニャンはあの好きですねんからねサメニャンはあの私のおしめ小林さんが多分好きだから好き <laughs> 劇場デビューの自己紹介の第一声がパンダいやほんとにありえそう流行り難しいよね 確かにパンダもつけたいなんかねいやあの今日ふとあの2人がさのスマホにこれぐらいち,ちっちゃめの人形みたいなあのつけてたからあのー、え流行ってんのかなと思ってちょっとヤコここは本当にさ流行り疎いからちょっとついていこうと思って。<laughs> サメニャおもろいなんで猫の目怖いかわいいよサメココハちゃん <laughs> えサメニャかわいいよココハもう小林さん経由でしたけどね <laughs> でもずっと好きなのはプーさんでパンダはもうパンダがいたら何でも好き でサメニャンも好きサメパンえサメニャンのさ仲間とかも結構いるのよかわいいよ劇場デビュー自己紹介カツ丼 <laughs> カツ丼こんばんはこんばんはサメニャンえなんかねサメニャンあのー、なんかサメニャンのちょ,ちょっとおっきめのねぬいぐるみを 小林さんが持っててでわやっぱ押しメンと同じものって欲しくなるじゃないですかで欲しいと思って見たらめっちゃ高くてもう普通に諦めた意外に猫がリアルまあ、確かに白クマも好きそううんまあ好きかもでもちょっと耳とか黒に塗りないよって思っちゃうかも奥の5個貼ってひらがな表記だとめっちゃ可愛い感じですよねえ本当ですか嬉しいそうサメに かぶられてる猫そうサメニャンの仲間めっちゃいるのよなんかサメニャンの中のニャンニャンが派生したのとかいっぱいいる小林さんさすがです本当にこんばんはコハは,はあのウィンタープー,ーさんとパンダのぬいぐるみは連れてきましたここに。 漢字のココハもめっちゃ素敵で好きね、ココハも漢字のココハ大好き <laughs> ここにゃん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 ダメだよねここ,ここパンダじゃないと <laughs> 動物はねちょっともうパンダ一択ですね譲れませんね <laughs> 好きなのは犬だけどなになにサメかぶった猫が出てきた こんばんはね絶対これ五時だよねすごい五時してない <laughs> すごい五時してないそういえばって多分打ちたかったんだよねそういえばになって <laughs> すごい五時ココのまま、うん、ありがとうございますへえ面白いもう五時とか大好きなんですよ私へえそういえば <laughs> こんにちはそうウィンタープースの白いの あなたところにハネモーフサメの着る毛布ね、いいよね結婚してお答えですリアルサイズのパンのネ、ね、あったら欲しいけどね全然ちっちゃい、ちっちゃいねこんばんはいやもうね、あのねそう、あひらしとかね、取っちゃうのね好きなんだよねそう、なんか失礼だとは分かりつつ 言い間違うとかそういう系めっちゃ笑っちゃう久しぶり見ないうちにめっちゃなんだ <laughs> 気になるやつあ待ってわざとごめんそれはごめんわざごめん <laughs>、ね、わざとはごめんほんとに1日2回お断りしちゃいました、ね、ごめんわざとはごめん 言い,間違い絶対好意的にやってるじゃん奥の子からね好意的なさあ,あの何5時は笑えないのよただいまをだらいだらいだま <laughs> 何何分かんないえー、細くなってないよ逆ですね結構逆です <laughs> 痩せると思いきや全然痩せてない逆多分逆気まずいやつほんと気まずいやつ まずいやつ <laughs> わざとだったいやー5時とか面白いよねでも本当に笑っちゃうこんばんはなんか自分があの人に友達とかに連絡するときにゴジっちゃって送る前に気づいた時とかにも笑っちゃう直すけど自分一人で笑っちゃう <laughs> こんな5時 ありえるみたいなわざとの誤字ちゃんとつかないえ <laughs> むずっ <laughs> あそうなの本がある言い間違いっていういつ名古屋に呼んでもらえるのだろうどういうことどういうこといつでも来ていつでも来て自分はよく誤字る <laughs> いや誤字っていいですよね誤字変化そう ペルプラキャンディありがとうございます赤のだるまちゃんありがとうございますいやー5時はいいよ面白い <laughs> 予測変化で妙なもの選んであわざと <laughs> わざとなのなんかさあのー、まあなんか最近さ面白いことありますかとかさ、まあ、結構さあのー 聞かれることってあると思うけどさ。告白は本当に人とツボが違いすぎて。その。日常なんかなんて言うんだろう。些細なことが大爆笑なのね。でもそれそういうのってさ。あのその時のその雰囲気でしか笑えないみたいなとこあるじゃないですか。その後から話して笑える話って日常にあんまり潜んでないじゃないですか。だからそういうの難しいですよね。こんばんは。 おえっあんまこじゃない気がするいつもなんかすごいたくさん帰ってきてくれて嬉しいって思ってる読むの好きだからさなんか心のために帰ってくれたんだって思ったらめっちゃ好きなんですよね MC でただ滑るの楽しみただ,だ滑りえ私に滑りを期待している 私はごめんなさい、大爆笑。かっさらわせていただきます。<laughs> ハンドル上がったわ。<coughs> J1、あー、確かにオフシーズンになったら来てください。ありがとうございます。記憶そうそう、きねそうそう、共感してもらうやつ。久しぶりに。何星焼いてます。星焼いてます。噛みやすいなら鍵穴。 えー、影穴とか多分噛まない気がする <laughs> え僕は噛まん気がするそんなにうわどうだろう噛むかな滑舌は良くない方だとは思ってるんですけど <laughs> どうだろうフラグにしか聞こえない確かにいやーそうですね <laughs> 面白い人になりたいだけなので願望なのでちょっと面白くなかったですハンドルとか言ってないんです <laughs> みんな笑ってくれる優しい <laughs> 非常誘導点 <laughs> 非常誘導とまあ練習したら大丈夫ですよ <laughs> 認知なくてもお見送りで投げキスしたら返してくれるもちのンですもちのンですえ当たったってことですかそれはみかんでしてくれるってことですかえ餃子のおしゃで餃子食べてます羨ましすぎ餃子食べたいハンドル言われたらなもう難しい難しいんですけど私にはハードルが高くてわざととも止まらないです難しい ここには対処できない。非常誘導と感じで噛みます。<laughs> もちのんとか何何今日今日日今日日期間な何何もう分かんない分かんない分かんもうもうコメント欄がさもう何何がみんながみんなが何を本気で言ってて何が 突っ込んで欲しくて言ってて何がわざとでもう分かんないわかんないバ <laughs> ラあ,ありがとうございますこんばんは世界ココハちゃんしか知らないのんじゃあもうココハちゃんオンリーでいいと思います <laughs> 困っちゃいました僕の言うことは八割嘘ですあららじゃあ褒めてくれたことだけ信じることにします <laughs> すいません<笑><笑>いいですよ こんばんはこんばんはこんばんは <laughs> 文字だけだときつく見えたりする、ね、<coughs> まあそっかも確かにね文字だけだと難しいですよね <laughs> 今日自主練に来てる西美代さん見かけました可愛かったです 十ありがとうございますこんばんはハットありがとうございます修練何してたかはわかんない <laughs> ご飯行くためにうんありがとう一生懸命招待してなんですお疲れ様ですしか言ってない <laughs> 小学中小中学生って高校の本読みで噛んだらみんな笑うんかなえー、笑わないんじゃわかんない長老ばしありがとうございます小さいだけで可愛いてなるかな <laughs> かも三時生まれって言ってもらいたい。言ってもらいたいです。こんばんは。こんばんは。ねえ。かわちい投稿でした。 の前髪ないんだけどあ,ありました <laughs> 飛行機に乗ったエロオライちゃんありがとうございます <laughs> 先輩の動画とか見た後に先輩やと本物だっならないなります <laughs> 本物だって思います適当にやってますえ <laughs> 最近グーになってるらしいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますココハブサクと構ってるもらあーちょっとモムメでココハ供給できるかわからないけど11月19日劇場版みかんぜ TV みかんの味方当選しましたお待ちしてます ねさっきエッの通知で見たあそういうこと早いからってこと <laughs> 確かに早いですね。ぐらい早いですねハンドサインはもうやりませんよ <laughs> それはパックリになっちゃうから10あ,ありがとうございます いいいかんじだったおおめめでででととううごござざまますすす本当ねキャッチフレーズないです。ないです。<laughs> 劇場もデビューしてないです。<laughs> 劇場デビューもまだしてないです。年末年始のお就活忙しい。名古屋、香川、名古屋、東京、名古屋、名古屋、長スパ、広島。広島ガールの嬉しい。 香川はうどんですねうどん食べちゃってくださいいいねこ僕もいろんなとこ行きたいないろいろと外れて悲しみですそれは悲しいわ落選ってマジで悲しいよね <laughs> 本当に悲しいよね落選うどん県ねそう 丸亀美味しいよねうどん好きですね札幌ねすごこれからいろんなとこに行けるはずでうん行きたいですあのさなんかあのプリマステラさんのさあの反省会を見ててあのなんかその遠征先でのさエピソードとかさ 動画とか見たらもう本当になんかわ青春だと思ってさ <laughs> 楽しそうって思っただるまありがとうございます直せからぜひ行ってくださいあそうなの当選しないとメール来ないのそうなんだ反省でもう本当に面白かった ブラウンありがとうございます泣いてても可愛いかったえそうなんかさお泊まりとかってマジで楽しいじゃないですかこ,こはさなんかただゆっくり喋る時間とかめっちゃ好きででもうそういうのってあんまないじゃないですかそのまあ練習しに来てさ練習中は別に仕事とかもないしただゆっくり喋る時間ってあんまないじゃないですか そういうい時間ちょっと楽しみにしてます。わめちゃめちゃたくさんの銃ありがとうございます。初見で私に投げてくださってありがとうございます <laughs>。え、嬉しい、たくさん銃。くまちゃん女王になるかもしれない <laughs>。ありがとうございます。嬉しい。え、なになにこがさんも似たような経験してるのかなえ、なになになに 何の似たような経験ですか待って何ですか合宿かって <laughs> いつまでも来ないメールも。カナピーそうたださお,なんかおしゃべりする時間めっちゃ好きなんですよねここ多分永遠にしゃべっちゃうと思うみっこガチャガチャありがとうございます12期スパルタ合宿やりたいですねマジでやりたい 意識高めてこうって感じの合宿とかやりたいですね <laughs>。いやしんどくてもさ絶対さあのそういうのやった方がいいと思う <laughs> どうもこんばんあ遠征とかあのー、小中はほ,ほんとバレーボールで遠征とかいっぱい行ってましたね。十 <laughs> ありがとうございます。いやでもさ。 なんか辛いことを乗り越えるのってめっちゃ良くないですか <laughs> いやそれがなんかもうただただ嫌な辛いこととかだったらもう嫌だけど何そのダンスとか歌とかさは良くない <laughs> ただたださもう何あのなんだろう例えばなんだろう算数合宿とか言われたらもうあの嫌ですよもう <laughs>。だけどさ そういうのいいいの本日のごですありがとうんばド M じゃないド M じゃない <laughs> そうそうそう,そう成長をさあのできるじゃんそれがいいよねっていう話ド M とかではないですなんかできるだけここはもうしんどいこととかやりたくない派ですけど持久走とか嫌いだしねだけど なんかやっぱパフォーマンスとか大事だからそういうのあったらいいなって思う意識統一のためにもよくない <laughs> よくないかなこんばんはこんばんは合宿はでも小学生の時は毎年あったんですよあのー、遠征じゃなくて 練習試合合とかの遠征じゃなくて合宿ああったんですけど毎年めっちゃきつかったですあのバレーボールってスリーマンとかワンマンとかあるんですけどそのスリーマンだったら3人入ってどんどんボール出されてみたいなスリーマンを20分とか本当にきつかった <laughs> もうさなんか友達とかさ お昼ご飯を食べれないぐらいさ、しんどくて <laughs>。でも食べなきゃいけないの全部。本当しんどかったわ、でも夜とかは楽しかったもんね。お母ちゃんを応援する人生のマラソン出し続けたいです。嬉しいこと言ってくれる、共に走ろう。そう合宿毎年あった、懐かしい、小学生の時の。 えー、ドラフトの先輩方もあったんだあいきっと2きで <laughs> でも確かに今の時代でさめちゃめちゃ厳しいとこはないのかなあんまり水泳え水泳やってたんだココハは全然ご飯食べれたけど <laughs> えー、夏合宿あ早起きねランニングは確かに。 早起きとかランニンニグ嫌だねあでも広島県選抜の合宿はもうめっちゃしんどかったのでもう一生やりたくないですね常にもう自分の出せる120%ぐらいの大声を出さなきゃいけないのと先生がめっちゃ怖かったもう一生やりたくないつ <laughs> らいことの合宿の時間ってめちゃめちゃ楽しいそう合間合間か <laughs> ねっ恋しん坊じゃない。 そうね、すべてが私を作り上げているのです <laughs> そういうことそういうこと食いしん坊とかじゃないよ一人だけだったもん食べれなくなってたの「けんせん閥」の先行合宿あでご飯もめっちゃ食べなきゃいけなくてなんか「絶対おかわりしなさい」みたいな。 であと食べ,な食べきらなきゃいけなくてでここは苦手なもんだねまあ中学生の頃はまだちょっと多くてそうでもう本当にでも食べないで食べれなかった子が、ね、いたの2人ぐらいそしたら次の日参加させてもらえてなかったの <laughs> 怖くないもん本当に <laughs> 体育会系って怖いよね10ありがとうございます次の日いなくて2人ぐらいで3日目1人は帰ってきたんだけど 一人はもう帰ってこなかった <laughs> 怖い嫌いな食べ物はなんか克服というよりは徐々に味覚が変わってなくなったって感じそうなんか苦手な食べ物は結構まあ今も好んで食べないものとかはあるけどもう絶対にこれは食べれないってものはヨーグルトぐらい闇だ <laughs> あでもなんか食事トレーニングほどは食べてないかも脱走兵じゃないよ <laughs> 脱走じゃなくてもう普通にダメって言われたって感じ楽に乗りこうんどうなんでしょう分かんない <laughs> なんかまた違うからさえでもなんか練習辛いとかもないからさここは。 ダンスのねいやでもアイドル人生で辛いと思っても多分何でも大丈夫な気がする最終審査とかでさ落ちた時のトラウマとか思い出せば何でも大丈夫な気がするミス失ルのせいで6 0キロから8 0キロまで増えちゃったことあるえすご二2 0ロもすごえー、納豆とマヨネーズ無理納豆美味しいですよマヨネーズはここはもうあんまり <laughs> あんまりかもなんかたこ焼きとお好み焼きぐらいかも使うのマヨネーズでもえマヨネーズってさそれくらいじゃない使うのたこ焼きとさお好み焼きぐらいじゃない使うの確かに正しいこと想像したら牛乳もあの苦手っちゃ苦手ですえマヨネーズって たこ焼きとお好み焼ききとみぐらいいじゃない使うの選抜合宿って優遇されませんねあの選抜合宿というか選抜を先行する合宿なのであエビマヨねでもエビマヨはさあのあそういうこと料理料理に使うことあってもさなんかかけるみたいなレタスにもああサラダね確かにあのポテトサラダとか使うもんね え、たこ焼きとお好み焼きも梨派ですかたこ焼焼ききとお好み焼きはあり派ですでもここはもう昔ちっちゃい頃は確かに何もかけなかったかもえー、タルタルソースはオッケーなんだえタルタルソースさここはなんか具なんか具材感があるやつは苦手で結構ソース感があるのは食べれる <laughs> そそうそう、調味料として別でさえっ冷やし中華にマヨネーズ引いてないよね <laughs> ごじっちゃってるお疲れ様です冷やし中華ええから揚げから揚げノーマル派だわえそうグーしッかリムはあんまりかも焼きそばああ焼きそばねなるほど こんばんは、待ってきました。ありがとうございます。お疲れ様です。え、名古屋なんだ。ひやし中華に迷おええー、こんばんは。ひやし中華ねー。<laughs> あんまり食べないかもしれない。<laughs> スケイアの年末のカウントダウンいますか。年末のカウントダウンって何ですか。 唐揚げにはレモン派です。レモンっていいですよね。僕はも結構なんでもレモンかけちゃう <laughs>。<laughs> うん。飛行機に乗ったエビちゃんありがとうございます。タラタラチキン。レモン。タラタラチキン。うえ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 。おおお <laughs> <laughs> そうグ,ググなし。あコショ。なるほどね。レモン好き。 えー、そのままそのままは食べたことないかもしれないいやあるけど麺 <laughs> すすれないんですよ私麺すすれないんですよ 確かに適当だったかもおえ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 ,おえヨーロッパの方じゃないですね、すれないんですよ飯てる込むだけどお腹、えーお腹すかないですあのー、あのー、大食いしてる人とかも見るの好きなんですけどお腹すかないですねこんばんは こんばんはタルタルチキンだって言ってたらセンターになっちゃったよね <laughs> タルタルチキンのおかげだったのかえー、なんかさタルタルチキンって言葉ないじゃないですかえ、あるのかなでさ、シャペクリセブンにさその日向坂が出てた時にさあのーにぶちゃんがさ、タルタルチキン 5回以内にタルタルチキンにしますってやつでさなんか普通にゲーム始まってたけどさタルタルチキンに誰も突っ込まないのかなって <laughs> 思ってた <laughs> そう麺類吸えないんですよラーメン屋とか行くからえでもラーメン屋はめっちゃ行くわけじゃないはじめましてえわかるこ,こはもうチキンナンパンイコールタルタルチキンになっちゃった認識が。 でもさ、知らない人が聞いてさ「タルタルチキンって何?」ってならないのかなって思ってチキンナンバーえっ、ー、とタルタルチキンっていうものはもうないんですよ存在しないんですよ多分ここはあの認識上ではでも日向坂46の二部あかりさんが宮崎ロケでクイズがあったんですねで答えがチキンナンバーのやつを間違えてタルタルチキンって言っちゃったっていう。 ある,あるんですよあタルタチキンってコメントコメントじゃない <laughs> 商品あるの白身魚とかいいねお魚いいよねお魚ってお魚食べたいあの煮つけとか食べたいお魚のおかさなおかさな 作った <laughs> ない作った <laughs> あの雨を作ったことにしてますそうですね春日さんのいきであの完成したあのおもろいところにじゃないから戻ってきましょうおっ帰りなさいそう私日本人なんですよえっ西井美さんの配信もう一回始まった一回終わってもう一回始まった <laughs> 10ありがとうございます。おふくろの味が確かにそうかもね <laughs>。おっ、ミカ,のメカンのめくた。待ってまーす。え、そう、煮つけと食べたい。ね、正直と。一回終わってもう一回始めたのどういう状況はにゃーレインボースターありがとうございます。こんばんは。こんばんは。 こんばんはー <laughs> こんばんはど,どういう状況なんハートありがとうございます今日ね、すっご見てない、見れてないんですよ <laughs> 帰ってきて、すっ配信してるので まだ何も見てません。お母さん、手料理で。一番食べたいものは。麻婆豆腐かな。かな。あ、間違えてき。ええー、どうなんだろう。めっちゃ気になっちゃうよね。そういうの。<laughs> 気になっちゃう。 みかんてくまちゃんが人見知りを告白できる見ものですねそうなんですか DMM 私見れますよ見てます見てますなんか全部は見れてないけどフォローしましたありがとうございます私のとこにフォロー通知は来てないけど頑張ってくださいありがとうございますパンダありがとうございます私はパンダです こんばんは。えみんな寝るとき靴下はいてますか靴下さ履くのいいなと思った <laughs> 一生足がさ多分本当冷え性だからってことなのかな隅っこガチャガチャありがとうございます待ってクマプリ20位なんだけど <laughs> 20とか大好きなんです大好きな数字私の誕生日熊プリ20でした <laughs> いや靴下マジで履いた方がいいなと思った冷え性だからかも絶対冷え性だからなんだけどね緩めの方がいいのめっちゃランクアップしちゃった熊プリ20位足首ウォーマーっていうのがあるんだあったかそう くまプぷり,んくまぷりんえマジか履いてないのよくないのなんでだろう何かあるのかなえ月は違えどわしも20日までうすごえここはさあのー、ママも妹もお姉ちゃんも2何日とかなのでママの妹の家族も みんなね、二十何日とかな。すごくないいや、そうだった記憶、そうなの。すごくないそれって。二十位。いや、でも、あれだよね。なんか、申し訳ない。一 <laughs> 位には、なれないから。五足、五足指五足指指ソックス じゃないです普通の靴下12月26日おいいねこんばんはいやコこはお誕生日はねそう二がね本当に好きなのよ覚え少ない220って真冬に靴下履いた方がいい何何何とかに履かない方がいいのかな履かない方がよくても多分履くかもねここハは いや、足がさ、冷たいと、結構あれだなって思った。え、西井さんが現在一位なのすご <laughs> もうそれお食事券じゃん。お食事券コースじゃん。あ、そう、え、眠気が高まりにくいの。嫌じゃん。え、でも足から絶対放熱してないと思う、ご飯どう思う だってめっちゃ冷え性でさ、もう、保冷剤ですかってぐらいさ、足冷えてるのにさ、放熱してんのかな <laughs> もう、透熱。足冷えるよね。確かに今日パンだから。配信切った瞬間一あそういうことね。かわいい。<laughs> その理由超かわいいんですけど。汚職、何て言ってたのここは。 こんばんはいやぜひおもちクイーンがあったらおもちクイーンかパンダクイーンがあったら目指したいですね <laughs> こんばんはいいねお食事券あったら <laughs> 確かに足でケーキ保存できるここは本当に冷えしよう その時はチェーンするね。ありがとうございます。心強い。お餅とパンダがあればな。な、ないかな。パンダはなさそうだよね。クマが、クマが、クマがこのショールームを牛耳ってますから。すごい量のお餅もね、もう助かりますね。お餅とパンダ、全力待機。冷え性、ね。 いやもうさ、なんか手だけ冷たいとかさ足だけ冷たいとか嫌ですよねでもこんばんは試験コメントありがとうございますモノトーン確かにモノトーン好きかも割とお餅クイーンクイーンクイーンパンドもクモ確かにねでもショールームはクモの手にあるからショールームのクマちゃん可愛いよね 夏場あなたの足でくえ足の裏だけど大丈夫そう <laughs> なんかちょっと嫌じゃない足の裏人の足の裏って <laughs> 人の足の裏ってちょっと嫌じゃないね手足だけ冷えちゃいますよねいやちょっとどころじゃないぐらい嫌じゃない <laughs> 足の裏 <laughs> 手で手でいいんじゃない <laughs> 手でいいと思う 夏もさめっちゃ手冷たかったんですよ中学生の時とかでもなんか夏は結構手熱くな,なるようになった冷え性じゃなくなってきてるのかもしれない年々生まれても好きです末 <laughs> 端冷え性だ足先ねめっちゃ冷えちゃうココハじゃなし乗らない余裕ですいやちょココハがちょっとちょっと勘弁かもしれない <laughs> 人に足の裏はちょっとまたそうかまった冷え症だと思うひとたまりもなさそうでも治,治りつつあるのかもお断りしちゃったごめんねでもさ花粉症もさ年々治ってる気がするんだよねそれは成長で我慢できるようになっただけなのか 感なんですよ私春ねでなんか小学生の時は本当にもう我慢ができないほど目がかゆくてもう鼻もも,うもげるんじゃないかぐらいかゆくても,うこもげるんじゃないかぐらいかゆくてでもなんか最近我慢あもう病院行ったりするからかもしれないけど年々いろいろ治ってきてるのかもしれない <laughs> やばいすごいスーパーマンとかになるのかもしれない <laughs> どんどん強くなっていくみたいなそういうこと星読めるのすごいもちろん超能力者ですからまあね確かに医療の進化が一番でかいのかも頑張っなくさいありがとうございますサラボに男女いたので怒られてきました <laughs> かわいそうにありがとうね会社直ったすごいあ,ありがとうございますここも治ってほしい え、ね、花粉症って突如なるって言いますよね。ココハは結構物心ついた頃から花粉症かも。えわかる。ココアも目な殴られたみたいに腫れちゃう。引っ越してきてから花粉症まだ経験してないです。春春なので私の花粉症は。そう、スーパー,スー,パーココハタンになっちゃうかもしれない。超能力あるしね。スーパーマンになっちゃうかも。 スーパー,アーマンになれたらドキュメンタリー映画撮れそう <laughs> そうスーパーココハタになっちゃう顔写の向こう側にいくつ直るうわそれはちょっと嫌だなハタあ,ありがとうございます直りますようにチッチッチャンチチンチチン 離れてずしてきたそれはちょっと申し訳ないな <laughs> マーブルスキン、そう出れそうスーパーマンになれたら出れそうえなんかさ一回さあのいつも行ってる内科じゃないとこに行った年があって鼻うがいとかしたのねもうね鼻うがいちょっと嫌だった。 ハリさんぐらいああなんか花粉用の DC って何 DC ってワシントン DC みたいなマーベル作品の弓矢の人は普通の人弓矢の人ってなんだこんばんはすみこガチャガチャありがとうございますあ慣れたら余裕なんだでもさあのさなんかさちょっと汚いけどさなんか 赤ちゃんとかのさ鼻うがいをさたまに TikTok で見るのよね <laughs> なんか最後もね見ちゃうんだよね流れてきたらうがいね,ね聞いたって思わなかったかも赤ちゃんのは鼻うがいじゃないけど自分で鼻をさシュンってできないから赤ちゃんとか結構必要なんだけどこの片方の鼻から水入れるやつ それたまに TikTok で流れてきて流れてきたら最後まで見ちゃう <laughs>「アメコミの出版社アマーブルと DC がに大巨頭なん,んアメコアメリカンコミックスああなるほどなんかそれはもう趣味じゃないそれは趣味じゃない流れたら見ちゃうってだけそう別に好んでみたりはしてないので趣味にはちょっとしないでもらって <laughs> そう流れたら見ちゃう」 僕はあのー、趣味は趣味っていうか好きなのはえみんなにも見てほしいのはスポンジのスポンジってこう2層になってるじゃないですかスポンジ上を剥ぐ動画があるんですよ一生スポンジの上を剥ぐ動画それがめっちゃ好きでそう高校生の時か,からもうずっと好きで。 ずっと好き検索払うぐらい検索したことはない <laughs> えっスポンジの上をねちぎる動画ねいいよ音が最高スポンジボブじゃない <laughs> 何じゃそりゃえまだ知らない世界線いきましょうスポンジの世界へありがとうございます 見てみますありがとうございますそうまあ ASMR 的なことですねやっぱねでもココハもう好きな音とそうじゃない音とかあるんですよねえ実際やってますよで広島に住んでた時はそうやっていいって言ったら怒られちゃうからもったいないじゃないですか普通に考えてだから今広島でもまあやったことあるんですけどあのスポンジも食器用の買える時に新しいのに。 ちゃんと破ってから帰ってる <laughs>。楽しい。そう、ビリビリって。氷食べる音ね。うーん <laughs>。スポンジボブ、スポンジボブの世界か。て朝のアロマやだな。ASMR 好きな人聞いてほしい。で、なんかね、インスタの。 で保存してたのそのスポンジっていう枠を自分で作ってそこにどんどんね自分の好きなスポンジのと保存してたんだけどアカウントを消したからそうでスキーに入ってからだから私のスポンジコレクションがなくなっちゃった <laughs> それはね悲しいんですよね19日はね分かんないいや結構ねスポンジは唯一無二系 ヘッドホン装着してますおせんべい食べてみておせんべい持ってないですあいにく怒るの分かんないスポンジコレクションあったけどねあのな、な、なくなったそう本当に高1とかの頃からあのコレクションしてきたからめっちゃ膨大な数だったんだけどなくなりましたね <laughs> 私のスポンジコレクション消え去りましたねあともう一個好きな音かって あのー、スポンジスライムを包丁で切る音またスポンジかいって感じだけどなんかねシャキシャキっていう音がするのスポンジスライムなんかスポンジにスライム染み込ませたまれメラニンスポンジみたいなのあるじゃないですかあれにスライム染み込ませてそれを包丁で切る音シャリシャリみたいなそれも好き こんばんばはスポンジやろうやろうとかひどいスポンジスポンジちゃんとかでいいんじゃないスポンジかけじゅうありがとう。<laughs> 結構しっかり好きだった。遺産消えた本当に。おすすめのスポンジむず。は <laughs> いあ,ありがとうございますい。それもね、いいよ。それも好きなの。こんばんあれ、ハンギュドになってる。変わった。スポンジ、そう、スポンジ。 に愛があるのよねなんかさたまにさあのー、あのスポンジでさみ編みに包まれたスポンジあるじゃないですか2層になってない系あれはもうダメですね <laughs> ちぎれないからスポンジちゃんです切なっまあもちもち好きですねねえスポンジ スライム切る音もいいですよ。本当に。あと, <laughs> あと、あのなんかさ。お花とかを。立てるやつあるじゃないですか。わかる緑の。緑の水をふも含ませれるやつ。あれを潰す音とかも好きですね。わかりますか？なんか花とかをさ刺すやつ。

荒れ潰す音も好きあ,ありがとうございますわかりますか緑の結構濃い深い緑の水含ませれる鼻を刺すやつ荒れ潰すのも音も好きこんばんはし見けんコメントありがとうございますその3つですね私の好きな音はスポンジ <laughs> 2層になってるやつで <laughs> そうそうシャリシャリするやつ フローラルフォームっていうのかっけー <laughs> スポンジスライムっていうジャンル、スポンジスライムをっていうもうジャンルをそもそも知らない人はもう世界広げていきましょう。本当に世界変わります。スポンジスライムを包丁で切る音と。本当にいいですよ。本当にいい。<laughs> スポンジのプレゼントか <laughs>。ああ、ありがたいですね。食器たくさん洗ってってことかもしれない。で破れるの嬉しいですね。スポンジ買たれちゃいます。<laughs> えー、メンバー共感してくれる人いないんじゃないですか、スポンジ。が <laughs> ら星ありがとうございます。こんばんは。 いつかインスタグラム、あ、ココハがココハが発信していくスタイルココハの笑い声。笑い声でもココハ10種類ぐらいあるんですよね。スポンジ親善大使は全然なります。<laughs> 私とスポンジというタイトルでブログ書いてほしわーちょっとはずいな <laughs>。変な、まあ変な人になりたいので、変な人って言われるの嬉しいから。 まあちょっとでも研究生のうちはやめとこうかな <laughs> なんだこいつってなっちゃうからマリンちゃんに話したら多分引かれそうもう多分じゃなくて絶対に引かれますね <laughs> 好きな人にそんなあの自分の変なところはさらけ出しません <laughs> 好きな人にはもう偽っていきましょうって感じ <laughs> 私からマツコの知らない世界あそれで出れるほどはマニアックじゃないかもしれないパセリさんには絶対に確かにね面白い確かに変な人までいっちゃうとあれか好きな人に受け入れてほしいって思わない <laughs> うんどうだろうえスポンジスライム包丁で切る音え最高でしたか最高ですよね 垂れ込んであげるよありがとうございます <laughs> なんてなんて垂れ込まれるんだろう変な人ですよって <laughs> え最高でしたか音スポンジスライムを包丁で切る音えー、みんながちゃんとでもココハの好きな本物の音にたどり着けてるかが心配 <laughs> ココハが好きな音 ねゾゾゾって感じ <laughs> まあでも確かにわかるかもしれないその感じ、まあ、ゾゾゾって感じですね確かにほん <laughs> なんかねスポンジスライム包丁で切る音って調べたらなんかたまにあのスポンジスライムをの周りをロウで固めたやつを切る音とかさ出てくるのよロウで固めたやつとかは違うのまた。<laughs> なんかね、あ待って TikTok で、あのー、スポンジスライム切る音で調べて雫型の青青とかちょっとグラデのやつ青の雫型を切るやつがめっちゃ好きです <laughs>、うん、アップトゥーミー聞いたよ嬉しいおすすめしたの聞いてくれるのいいですよねハッピーエンドデイ ハッピーエンドならそれでいいなんて嘘僕ら自由自在だン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 ダンにいい歌こんばんはコカちゃんがいなければ一生スポンジスライムというあ本当によかった世界が開けて本性えっそう ね、水色のね雫型のあるのよその音をね聞いてほしい <laughs> そう雫型で水色のスポンジスライムそう「ア b トゥ o ミ e っていうリトグリさんの曲が最近好きな曲です水色の雫型を聞いてほしいめちゃくちゃいいです こんばんはーはーっありがとう櫛が落ちちゃったはーっありがとうございます作業用スポーニスルえ、本当にいい曲です歌詞がめっちゃいい結婚店お断りですはーっありがとうございますこんばんはえ、アップトゥーミーマジでいいですよもうね泣ける泣ける曲なの なんか、ね「アップトゥーミー」を知ったきっかけが TikTok でその歌を使って歌詞動画を作ってる人がいてそうだから「七つの大罪」って知らなかったんだけどめっちゃ泣けた全然さその知らない人の歌詞動画だったんだけど歌詞が良すぎてめっちゃ泣けた「こんばんはハートあ,ありがとうございます」その動画で歌詞動画いい最高です。<laughs> 歌詞動画っていうのよね。中学生の時めっちゃ歌詞動画とかさ流行ってた。作るのとか。友達同士で。アップトゥーミーとスポンジスライムどっちがおすすめうわっ迷うな。じゃあ泣きたい人にはアップトゥーミーをおすすめします。スポンジスライムはまあちょっと最高ってなりたい方におすすめします。歌詞動画ねいいですよね。 え、スポンジスライム切るとってめっちゃもうほんと無限大に動画出てくるじゃないですか。でも中にはちょっと違うやつもあるん、ね、で、ローで周り固められたちょっとあのフェイクも混ざってるので受験コメントありがとうございます。何何リリックビデオうざれなけれって心が優ない <laughs>。そうなのかな青春の曲がスポンジスライム。でもね、そうかも。なんか高校生の時は あのー、朝早く学校に行っててそう登校時間が人が多いの嫌だから家10分家から10分で着くのにめっちゃ早く行ってたんですけど教室普通に1人とかだったのね早いから本読んでスポンジの音聞いてとかやってたからねスポンジスライム見えたしい嬉しい <laughs> 見えてくれたのでしいちょっと口でスライム表現してみる無理です無理ですこんばんは、ま スそう、<laughs> スライムいる。確かに果物切るときに似てるなる。はどう、どうだろう。ローのとは違いますね。あの、もう本当に奥深いんですよ。<laughs> 昔の自分みたい <laughs>。スポンジスライム、なんかメラニンスポンジにスポンジを染み込ませて。なのがスポンジスライムって言うんですけど、それを包丁で切るとか、私めっちゃ好きで、ハートありがとうございます。 リップスライムって何ですかスライムには全然詳しくなくてスライムが流行った時とかもあの妹がねめっちゃスライム作ってたけど僕ここは全然作ってないぐらいにはスライム全然あれだったんですけどあメラミンメラミンスポンジなのメラニンかと思ってたわ <laughs> いいね11月15日スポンジスライムきちった記念日めっちゃいいと思う あすぐぞれ朝6時53年かかってたすごっちゃんと話せるくらい聞くいいですよそうザクザク言うのえマジで聞いた感想をみんな教えてほしいメラニンって何違うのメラニンって何メラニンスポンジかと思ってたこんばんは大学時代6時20分すごっ寝てるわ えメラニンメラニンスポンジじゃないんだメラミンスポンジなんだうんすみっこくらしちゃんありがとうございますえっスライムない状態の大きいメラミンスポンジえでもさそれさちょっとさキュッキュッっていうやつじゃないもしかしてあ色素のことなんだえこれはずっとメラニンスポンジだと思ってたかも えー、ママ許さないよ <laughs> ね。ねえ例えれないんですよ。あのー、スポンジスライムの音もう本当にね唯一無二って感じ唯一無二って感じなので<笑><笑>音を例えるのは結構難しい話で、まあ、シャリシャリかな。うーん違うな。 シャリ,リと咲くの間の擬音があればそれって感じ確かにここはねそういやでも饒舌というかめっちゃ喋っちゃうんですよね普通に何も考えなかったらめっちゃ喋っちゃうえいい音ですよねありがとうございますスポンジ剥がす配信 <laughs> いいですね えどの包丁わかんない確かにアイスみたいえー、確かにいつかやってみたいかもえ板チョコみたいな音は絶対ロウで固められてやるやつだと思うそれはねちょっと確かにスポンジスライムをさやろうって思った人すごいしさそれをさ包丁で切ろうって思った人もすごいよね 包丁のトーンもいいんですよロー,ロー NG でスポンジスライムやってみたい包丁で切ってみたいでも多分手間かかるからやらないんだろうけど一生 <laughs> <laughs> やってみたいねえスライムって染み込むんですねほんと新たな発見よかったみんなのさあのスポンジの世界広げることができて 廊ー固めたのはねそうスんなにスライムねえ本当にね TikTok で調べて雫型の水色のやつを見てほしいスライムスライム作らないな <laughs> まあスポンジのことでわからないことがあったらまあいつでも聞いてください納豆を食べようと思った人まあ確かにねトマトとかもそれそう言われてるよね最初に食べようと思った人すごいそう今日まあね今日今日作ったわけじゃないけど今日はねカレー作った写真を送ったえ嬉しい スポンジのことなら任せてくださーいカレーうんまたじゃない写真を今日送ったお疲れ様です <laughs> カレーなんかさなん <laughs> から冷凍するからめちゃめちゃさあの具材をさあの冷凍するときに具材が大きかったらよくないんですよ潰さない 潰した方がまあ良くてだから結構ちっちゃめにやったらさなんか <laughs> ちょっとなんか質素なカレーに見えちゃったからほうれん草を付け足してみた <laughs> 確かにプロフィールにスポンジ追加したいプロフィールって更新されるんですかマジほうれん草はあの相棒って感じ スポンジって何語ですかえ確かにスポンジって何語なんだろうスポンジ担当ですあんまあ本当は主婦の知恵そう冷凍する時にねカレーとかの具材とかが大きかったらあんまりよくないんですよほろほろとか潰れるぐらいまで煮込んで冷凍してください10周年くまちゃんありがとうございますありがとうございます 別に更新されなないいんじゃないあ,あそうなのかスポンジアイドル枠アイてルか嬉しいお料理するメンバーたくさんいると思いますよえギリシャなんだスポンジ語源ギリシャだって面白い <laughs> 一瞬回ってスポンジって何って感じもうスポンジココハですスポンジ枠初めてですやったー こんばんばはでもスポンジをのさ上をちぎる動画は本当に海外の人しか上げてない気がするから多分日本日本だと私が結構最先端的な <laughs> え確かにスポンジ好きって言ったら掃除系と思われちゃうかも日本の人でさスポンジの上ちぎる動画上げてる人見たことないもん でもさココハの時のさココハのココハの時じゃない高校の時のココハの友達に聞いたらみんな知ってるココハがスポンジの上をちぎる動画そうもうそれぐらい昔からまあ好きだからかれこれもう4年目ですねスポンジを愛して4年目そうですねまあ自分でもちぎってきました そしてちぎる動画からあのー、スポンジスライムを切る動画にもたどり着きまして嬉しいですね <laughs> パイオニアやらせていただいてますでもこれから広めていきたいですねやっぱスポンジの上をちぎる動画っていうのは心が落ち着くというか無心で見れて結構いいですね効果がありそうです スポンジの上をちぎる療法とかもいつかはやっていきたいです想像の5倍長かったの何が何が何が <laughs> そうですね今まではちょっとまあ友達とかにしか話してこなかったんですけどスポンジが好きということは今日はでもなんか 初めて初告白してみたら結構温かくスポンジを皆さんが迎え入れてくださってスポンジも捨てたもんじゃないなと愛してきた4年は間違ってなかったなと思いました <laughs> そう剥がしたらねでももったいないからそうここは,はスポンジ新しいの変えるときにちぎってる。 スポンジラうちらはちょっとどういうこと <laughs> 確かにスポンジってその効聞かないよね。キャッチ入れるスポンジ <laughs> むず<っ笑>いやいいですね。みんなもぜひ。スポンジラーなんて言うんですかね。スポンジ好きな人のこと。スポン、うん。難しいですね。 でもぜひ何それそうですね確かに私自身もスポンジにあっていろんなことを吸収できるようにまあスポンジと出会ってあのーまあ、吸収できるように自分にも自分にもスポンジを生かしていきたいと思いますねスポンジやスポラー <laughs> あスポンジ集めるの好きなのめっちゃいい いや、隠してたわけでもなくて、そうですね。なんかまあ、スポンジが日常と化しすぎて、話すほどのことでもないのかなって思ってたんですけど。あ、スポンジニストいいね。スポンジニストすげえな、グッズ、スポンジ。<laughs> ユニットから聞かよって、ユニットやスポンジ。<laughs> 吸収早いですか。嬉しいですあ。ありがとうございます。やっぱスポンジを愛してるからこそ、自分自身もスポンジになりきって。 やっぱこう飾ってるとやっぱ変な人って思われるかもしれないけどダンスとかに活かしてたらめちゃめちゃいいじゃないですか吸収吸収日のね吸収の人生を歩んでいきますスポンジンスポンジンめっちゃいいスポンジンスポンジン私スポンジンです「自称」「のキャラが増えすぎている <laughs> 自称」自って活かせてもらいますと。 やっぱ清楚で,で面白い人になりたい人あとは超能力者とスポンジンそしてパンダという結構増えちゃいましたね,そうですね結果私はまとめるのがうまいのであのいい感じに話を終わらせるのが得意ですね。<laughs> スポンジンスポンジンぜひ皆さんもスポンジンになってくれたら嬉しいです <laughs> まとめ上手ですよねそうですねつむラジオではこんなこと言ってませんからね言えないですよねさすがに <laughs> スポンジンと呼ばれるのか私いいですねでもえ確かに 確かに知る人ぞ知るの待って待ってクマプリン今22位なんだけど嬉しい22最高2が大好きな私10ありがとうございます嬉しいクマプリン2 2二です私 <laughs> 今日あ今日の配信の曲全部スポンジに吸収されちゃったんですねスポンジン やったー名前以外の通称できました。定型文にスポンジ、あの、私はでも、定型文にあの、知る人ぞ知るを入れたら、痛い思いを自分がするっていうのを経験済みなんですよ。あの、定型文にもし、スポンジを、あの、入れれるとするじゃないですか。したら、絶対に、毎日配信してて、一日に一回は、スポンジンって何ですかっていうコメントがね、発生すると思うんですね。そうすると、 やっぱ後から聞いてもね面白さっていうかまあ伝わらないからそう私はただただちょっとスポンジが好きでっていう説明をね毎日しなきゃいけなくなるので <laughs> それはちょっと大変なのでそうちょっといい感じにまとめちゃいましたそうなんですよ毎回ねあの「あスポンジは,はですねあちょっと私スポンジが好きで」とか 毎回この量語れないのでさすがにねそうだからちょっとは定型文考えなきゃなんだけど青野だるまありがとうございますあの私のあのー、何私のことを好きでいてくれる方の総称は一応ここ派でやらせていただいてるのでまスポンジンはまあスポンジ好きな人っていうま感じでまそこはちょっと揺るぎなくここ派は揺るぎなくって感じでお願いします ダッチも分かんないそういうことだよね分かんないってなるってことがそうだよねそうまあそこ,こ,こはは揺るぎなくでお願いします、まあ、スポンジは、まあ、スポンジを愛する人ってことでこんばんはそうですねやっぱ原型はみたいな <laughs> 原型はいい感じに皆さんいい感じに使っていきましょう は定期分マジで「過去ココハート」「事験です」えここは松下幸平さんでしたっけ好きですよあの歌「どっちもがわかんないんだよわかんないよこんばんはでもそういうことだからねこういうおまめな返集にする <laughs>。 1十<柔>ありがとうございます珍しいスポンジ世界のスポンジ <laughs> 生誕的にさりげなくスポンジうわいいね来年まで持ち越せればスポンジを <laughs> 覚えてればフォローしましたありがとうございますこんばんはねいいよね松下さん いかにスポンジ <laughs> まあでもスポンジ持ってたらもう100パーコガハのこと知ってるくれてる人ってことだもんねスポンジを持ってさアイドル見に来る人なんていないもんね <laughs> あなんかあれんじゃないいんだけ今から冬だしあのー、なんだっけ耳温めるやつに見せかけてスポンジみたいな <laughs> めっちゃいい。 んんばんはスポンジー <laughs> スポンジーさんもしかしてスポンジ振ってたらそうねいいですね、まあ、19日外れたカナピーみんなでスポンジベリベリ剥がすあスポンジベリベリ剥がすのはでもちょっと意外とポロポロ落ちるんですよスポンジの繊維みたいなのがだからちょっとまあ 青黄色みたいなスポンジでさスポンジってさ黄色と緑だよねどっかに青通過スポンジ大丈夫じゃない耳当てあ,あそう耳当て耳当て <laughs> そう汚しちゃうからね確かにもうありがちなんだけど 黄色緑とか青とせばありがちなんだけどいやー今後スポンジちぎり音を超える音は見つけられないと思いますねそれがもう私の ASMR の最,最初にして最高の音ですえ生誕祭はさすがにケーキがいいなみたいな <laughs> すがいいなみたいなところはありますけどねうわマジ趣味に書くべきだったスポンジ <laughs> スポンジケーキも <laughs> 食べれる方のスポンジで OK それは <laughs> そ網に入ったやつは違うのちぎれないので。 2層がいいですねミっこガチャガチャありがとうございます網に入ったスポンジは違いますのでご注意を <laughs> やっぱ私今日独特なんで好きな匂い編とかもありますので <laughs> まあまたそれはいつかお楽しみにえそろそろ終わろう絶対 1> 1時間以上喋ってるる気がする <laughs> お風呂入ってないえスポンジと向き合えば本当にあのー、豊かな人生が送れると思うスポンジ療法本当に進めていきたいやばいやばもうやばいやばいお風呂入らなきゃたなたの96分長いのよ じゃあまあいい感じにスポンジも使っていきましょう。ね、体感はマジでに、スポンジ部分はね、スポンジ愛してる割には見たことないんだよ。おかげに家に帰れてない。申し訳ない。終わろう終わろう。<laughs> 終わりまーす。じゃあみんなは聞いてください。スポンジの上の剥がす動画とスポンジスライム、スーパースライムスポ,スポンジスライムの包丁で切ろうと。 ぜひおやすみおやすみありがとうおやすみ22で終わりましたまっプリありがとうーバイバーイ